で実際に退役軍人の大麻の使用率っていうのは一般人口と比べて 3.3 倍高いというふうに言われています。で当初これは薬物の乱用であるというふうに思われたんですけれども、サイエンスが進歩するにあたってですね、これは自己治療で自分の治療目的に大麻を使ってるんじゃないかというふうに考えられるようになってきています。で実際にアメリカの28州では PTSD っていうのは医療大麻の使用が認められる病気なんですね。はい、こんにちは。グリーンゾーンジャパンの正隆です。今日は医療大麻と PTSD の関係について話をしたいと思います。PTSD というのは、心的外傷後ストレス症候群、通称トラウマと呼ばれるやつですね。で、これはですね、災害とか事故とか、まあ暴力とか犯罪とか何でもいいんですけれども、大きなストレスにさらされたことが原因で心が傷ついてですね、その後に長い期間にわたって、健康被害を引き起こすというそういう病気です。典型的な症状としてはその辛い出来事を突然思い出すフラッシュバックとかですね、あと不安とか眠れない過覚醒、また原因となった場所やですね出来事を避けようとする回避という症状が広く知られています。でアメリカではこれ非常に大きな社会問題なんですね。というのはアメリカという国はですね、まあ、絶えず戦争をしていて戦地にですね兵士を送ってるからですよ。で戦地に派遣された兵隊さんのですね 10% から 30% がこの PTSD を罹患するというふうに言われています。で実際に PTSD がですね大きく注目を集めるきっかけになったのがベトナム戦争で、例えばベトナムから帰ってきたですね帰還兵を取り上げた映画としてランボーとかですね、マーティン・スコセッシのタクシードライバーというのがあって、この主人公はですねいずれも PTSD に罹患しているわけです。その後も戦争をやるたびにですねこの PTSD で傷ついた兵士というのをですねテーマにした映画がハリウッドではいろいろ作られています。でなかなか問題なのはですねこれ標準的な治療が効かないんですね。で病院に行くと抗うつ薬を出されたりすることが多いようなんですけれども、標準治療が効果あるのがですね9人に1人ぐらいと、9人に8人は効果がないというふうに言われております。PTSD に患うとですね、まあ、死にたくなる人が多くてですね、退役軍人さんにアンケートを取ったところ、3割が一度は自殺を考えたことがあるというふうに回答していますし、実際にですね、毎日22人の退役軍人が今日この瞬間もですね、アメリカでは自殺しているというふうに言われております。さてこの PTSD という病気と人間の体の中に存在するエンドカンナビナルシステムには関係性があるんじゃないかというふうに言われています。記憶を司る海馬にはですね、大麻の成分が作用する CB1 受容体というのは非常に多く発現しているわけですね。そしてですね、研究では911の生存者、世界貿易センタービルの近くにいた人たちを集めてですね、行った研究がありまして、でその中にも PTSD を発症した人としなかった人がいるわけですね。でみんなを集めて採血したところ、PTSD を発症した人の血中のですね、2AG というエンドカンナビノイドの基礎値がですね、発症しなかった人よりも低かったというそういう結果が得られているんです。つまりこれから分かることは、この 2AG というエンドカンナビノイドが少ない人は PTSD になりやすいんじゃないかということですね。エンドカンナビノイドが関与しているこの PTSD という病気に対して医療大麻を使用するというのは非常に理にかなっているわけですね。で実際に退役軍人の大麻の使用率っていうのは一般人口と比べて 3.3 倍高いというふうに言われています。で当初これは薬物の乱用であるというふうに思われたんですけれども、サイエンスが進歩するにあたってですね、これは自己治療で自分の治療目的に大麻を使ってるんじゃないかというふうに考えられるようになってきています。で実際にアメリカの28州では PTSD というのは医療大麻の使用が認められる病気なんですね。でどんな風に効くかということに関してはですね、これは WEED3 という CNN のドキュメンタリーでですね、実際に使っている軍人さんがですね話をしている動画がありますのでリンク貼っときますので、よかったら見てください。研究もですね少しずつ進んでおりまして、例えばサンフランシスコのディスペンサリーに通うですね170名の不眠患者のうち 19% が PTSD の定義を満たすと、でそのうちのですね2割が医療大麻がとてもよく効いたというふうに回答しておりますし、ニューメキシコ州のですね医療大麻プログラムに参加した80名の PTSD 患者さんをですねその後追跡したところ、その症状がですね医療大麻で 75% 以上改善したというふうに回答しております。これはですね標準治療よりも非常にいい結果だと思います。じゃあ CBD 単体だとどうなんですかというとですね、これもですね、期待できるような広告が出てきてましてですね、動物実験でもいい結果が示されているし、10歳の女の子で性的暴力の後にですね不眠になっている子に対して1日10ミリから20ミリちょっとぐらいの CBD を投与したところ、不眠が著しく改善したという症例報告が認められています。また2019年4月にですねコロラド州のクリニックから報告された調査なんですけれども、11名の PTSD 患者さんに1日30から50ミリの CBD と統合医療の治療を合わせて行ったところですね、2ヶ月間でこの PTSD の重症度がおよそ 30% 改善したという報告が得られています。
で別に PTSD はアメリカだけの病気じゃなくてですね、日本にもですね患者さんたくさんいます。日本で有名になったのは1995年なんですね。この年にですね地下鉄サリン事件と阪神淡路大震災がありました。でその後の災害とかですね、例えば DV とかいじめとか性犯罪によって日本でもたくさんの患者さん出ています。でこれはですね標準治療よりも医療大麻の方が効果がある可能性があるのでですね、日本でもこういう人たちに対して医療大麻が使えるようにすべきだと私は思います。ということで今日はここまで。ありがとうございます。